皆さんこんにちは、ダイスです。今回はペーパーマリオ折り紙キングやっていきましょう。放置してたら寝始めてる、いくぞ。ということでピクニックロード途中からまだ見つけていない何かを探しに向かおうと思います。ちなみにピクニックロード、キノピオの救出率が 75%、 スカスカーナの修復率は 94、 お宝発見33で、ハテナブロックの回収が86になっています。で、アクセサリー類でもらったやつなのかアイテムなのか、あ、アイテムになってるね。探すのは隠しブロックレーダーとか使いたいなと思うんですけど、一応ね、頭の上でなんか鳴るようになってるから、それを見てからにしようと思います。ちょっとやばいくらい変わってるキノピオには会ってきたわ。あ、来たね。来ない。えい、よし時間かかった。どっかにキノピオがいるんじゃないかと思うんで探します。あ、いた。木に引っかかってたもの、そうやって取ればいいんですね。勉強になりました。アクセサリーが今ブロックになってるので、キノピオにちょっと変えて救出に行こうかなって思います。多分ね、この辺の下の方は大丈夫だと思うんだけどな。どっかで鳴るかな。鳴ってる。え、どこに困ってるキノピオいる？いる？見えないんだけど。ここアクセサリーの人でしょ？ここで鳴ったってことは、この辺？え、だって下のやつはもうやってあるんだけどな。あ、中にいたのか。隅から隅までって言われた。ここ気づかないね。中でした。他は？ん？お、いる。これどうすればいいんだろう。え、どっから行くの？え、どっから行くの？それどっから行くの？え、ここどっから行くの？回り込むのかな。こっち側から行ける、もしかして。お、行ける。えいえい、できた。武器を装備し忘れてやられちゃいました。マリオさんもちゃんと武器装備してますか？憂いあれば、違った、備えあれば憂いなし、してる。よかった。なんか走るの早いよね、キノピオって。なんでなんだろう。あとね、視聴者さんに教えてもらいました。このキノコがそうらしい。コメントありがとうございます。キノピオです。キノコにおられたキノピオだったのね。こんなもんかな。上の方のやつは先にやっちゃったんだよね、ここ紙の手で。だからないはず。え、なんかある。ちょっとびっくりしちゃった。この間は助けていただきありがとうございました。まだスタッフが全員戻らないんですよね。どこで喋ってるんだろう。サボり中スタッフがいる。まだ残ってんの？じゃあピクニックロード上の方までちょっと見てみますか。おお、えいえい。もしかしたらどっかにいるんかもしれないよね。ここ直そう。スカスカーナ 100%、 やった。一応これで100になったみたいです。木の上とかにはいないね。矢印がある。まだどっか残ってるかな。ん？これ？
あれこれ私やらなかったっけ、マリオのゴールマリオのゴール、あ、これもなんだ、これもキノピオだったんだ。いい機会なのでこのまま鍛えてみます。だってすごいことになってる。えい、ここ鳴ったね。なんだろう、え、どこが鳴ったの。今鳴りましたよね。あ、これかな、穴、いた、穴からだって裂けるんですよ。パタパタするのも楽しいですよ。マリオさんもどうですか。ちょっとそれは、あとはいないかな。どの辺だろう。お、鳴ってる。まさかこれ回り込んでとかそういう感じ。鳴ってますよね。あ、落ちてきた木。もっと叩いた方がいいのかもしれない。お、いける。え、これそうじゃない。ねえ、モグラ叩きじゃん。いや、わかった、近いところにすればいいんだきっと。で、真ん中でこうだ。できた。ついつい逃げてしまいました。ひどい。お、かける、埋蔵金もらった。こっち側は、あ、こっから出るのね。さあ、これでどんな感じ。91、もうちょい、え、もうちょい、まだいるの。乗ってる。どこどこ、逆側かな。これか、チューリップ、見つけた。頑張って咲いたのに誰も気づいてくれません、ごめんなさい気づかなかったわ。他は、もしかしたら違うエリアにいるのかもしれないですよね。そうなると、そしたらもう隠しブロックの方に行った方がいいのかな。あ、いなさそうだね。遠くてもちょっと反応するんだけど、いないね。これなんかいなさそうな気がする。変えよう、間違った操作ミス。じゃ、隠しブロックレーダー。さあ、ブロック隠れてるのがあるかどうか。ピクニックロードのブロックって何個あるんでしょうね。結構ね、見つけたと思うんだけど、隠しブロックだからな。この辺なさそうですね。どっかにないのかな。ない可能性もある。さあ、反応する、反応した。こっち、なんか反応してるね。反応してない？ちっちゃくなった。この辺だ。あった。ハテナブロック回収率が上がりました。これでどう？ハテナブロックは 100%。 お宝回収率が悪いですね。もしかしたら何かどこかにまだあってがあるかもしれないし、見晴らし山まで
次も多分移動したら見晴らし山になっちゃうと思うんだけど、ちょっと奥行ってみますか。多分ピクニックロードここで終わりですよね。そうですよね、終わっちゃうよね。とすると、ちょっと買い物とかになるのかな。ねえ、どこ行けばいいんだろう。とりあえずキノピオにして、アクセサリーのこれを使うのやめて行ってみようか。売ってたりしたのもあった記憶が。やっちゃった確か売ってたよね。話す。いらっしゃいませ。やっぱ売ってる。これ買おう。こうなんかさ、フィギュア売ってるのずるいよね。がめつい、マジで。あとは大丈夫です、すいませんね。他は何か売ってないのかな。ちょっと一回エリアか。うわ、また売ってるんだけど、なんか違うの置いてあるよ。え、高くない？ご本尊売ってる。お金なくなった。いや、また来てて、なんかほんと商売上手だよね、キノピオって。ひどくない？あ、おっ、だから発見率が買うだけ？買うだけ？あとキノピオの救出率だね。多分なんですけど、このおじさん言ってた通りに、スタッフは違うところにいるんだと思うので、とりあえずね、このままにしておこうと思います。いや、でもそれにしてもご本尊とか売っちゃダメでしょう。で、私のお金はちょっとなくなってしまったので、またね、違うところに行って回収してから何か新しいものを買いに行こうと思いますこの動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!